番記者が見た、大谷翔平が10年7億ドル、約1015億円、山本由伸は3億2500万ドル、約463億円、と、大リーグでは日本のプロ野球選手とは比較にならない桁外れの巨額契約が結ばれている。二人がトッププレイヤーだとはいえ、山本はまだメジャーリーグで一球も投げていない。これでは優秀な選手はみんなメジャーに行ってしまう。 あまりにも金額の格差が大きすぎる、と漏らす声も日本球界関係者から聞こえてくる。米社会ではインフレが進行しているとはいえ、ひとえに MLB の資金力が NPB を圧倒的に量が、量がしているからだ。MLB の総収益は昨年過去最高の108億ドル、約1兆5350億円に達した。パンデミックからようやく脱却した年に、 ロックアウトの影響をもろともせず最高収益を上げた。MLB の収益の大きな柱は巨額の放映権料だ。昨年、MLB は米大手テレビ局の ESPN、FOX、TBS、ターナースポーツと7年契約を結び、3社合計で年間総額17億6000万ドル、2630億円の放映権料を得ることになった。 この3社の他にアップルが手掛ける視聴配信サービスの権利料や、日本の NHK など海外の放映権料も入る。これが3 9球団に均等に分配される。さらに、各球団は MLB の分配金とは別に地元テレビ局と契約を結んでいて、総額20億ドル、約2800億円以上と言われる。ビッグマーケットのドジャースなどは地元放送局から莫大。 莫大・な放映権料が入り、大家や山本への資金を捻出することが可能になる。加えて、MLB は独自で、MLB ・テレビというインターネットで視聴できる映像配信サービスを開始し、収益の増加につなげた。米国はケーブルテレビ局とネット配信サービスの競争が激化しており、これが放映権料が上がる要因ともなっているという。もう一つ、 メジャーに精通している関係者が話すのは、2018年に合法化されたスポーツベッティング、賭博の恩恵だ。MLB は、ドラフトキングスなどスポーツベッティングサイトと提携し、データや映像などを提供。映像を通じてかけられる商品にも人気が出ているようで、MLB がさらに潤う仕組みができてきているようだ。日本とは放映権料に格段の違いがあり、 日本は米国の10分の1とも言われる。これが選手の年俸にも大きく影響し、日米格差は広がり続けている。